松本霊児は、日本の漫画家。本名、松本明。福岡県久留米市生まれ、東京都練馬区在住。血液型は、B 型。旭日小受賞、四受報賞、フランス芸術文化勲章主受章。称号は、練馬区名誉区民。妻は同じく漫画家の牧宮子。早稲田大学大学院名誉教授で。 元三菱重工業長崎研究所主管の松本、進むは実定。宝塚大学特任教授、京都産業大学客員教授、デジタルハリウッド大学特任教授を歴任。代表作に、男を挑ん、銀河鉄道39など、SF 漫画作家として知られるが、少女漫画、戦争物、動物物のなど様々なジャンルの漫画を描いている。 アニメ制作にも積極的に関わり、1970年代半ばから1980年代にかけては、松本アニメブームを巻き起こした。1938年、福岡県久留米市に生まれる。父親である、松本京は、少尉候補者制度を用い、歌詞館から叩き上げで将校である、陸軍少佐にまで上った、帝国陸軍の軍人であり、また、 陸軍航空部隊の古参の操縦者であった。第二次世界大戦中、その父がテストパイロットをやっていた関係で4歳から6歳まで兵庫県赤石市の川崎航空機の社宅に住み、その後は母親の実家がある愛媛県北郡新谷村に疎開していた。この時、アメリカ軍の戦闘機や松山市へ空襲に向かう b 十九などの 軍用機を多数目撃、この体験が、後の作品に影響を与えたという。終戦後、小学校3年から、福岡県小倉市に移る。小倉市流米町小学校の時から、漫画少年で、高井健一郎らと、同人グループ、九州漫画研究会を結成し、同人し九州漫画展を主催。松本が漫画家を志した理由は、彼が、 小学2.3年の頃にあった学級文庫である。それは、手塚治虫の漫画、新宝島、キングコング、火星博士、が世界新士であった。小倉市立菊良中学校に進学。1954年、福岡県立小倉南高等学校1年生の、時の投稿作、すがるの冒険が、漫画少年に掲載されデビュー。 その時から中央でもすでに知られる存在で、手塚治虫が出本先の九州で原稿を描く時に、高井、松本ら九州漫画研究会にアシスタントを頼んだというエピソードもある。またこの頃から1957年まで、毎日小学生新聞に多数の漫画が掲載される。高校卒業後の1957年、 毎日新聞西部本社版で連載をするはずだったが、急に担当者が変わりその話は保護にされる。しかし、月刊少女雑誌、少女での連載が決定して上京。少女と少女クラブに不定期で描く少女漫画家で出発。少女漫画においてスランプに至った頃には、ライターとしてタレントの取材などを手掛け、その後1960年前後から少年誌。 青年誌にも進出。デビュー時は、松本明名義を使用しており、松本零士を使うようになったのは1965年以降である。1962年、漫画家の牧宮子と結婚。少年時代から運の十三や、HG ウェルズの SF 小説を愛読して育ったため、SF 漫画などを好んで描いていたが、不人気で打ち切りも多く。 出世作となったのは1971年から週刊少年マガジンに連載した男を挑んである。同作は人気となり、1972年に講談社出版文化賞を受賞。松本ならではの四条半ものという独自のジャンルを開拓した。1974年秋から放送されたテレビアニメ宇宙戦艦ヤマトには企画途中から参加。 メカニックデザイナーとしての昌平だったが、かねてからアニメ作りを願望していた松本は全面的に携わった。本放送時には停止調律に終わったものの、再放送によって人気を得、1977年の劇場版アニメ公開時には社会現象を巻き起こした。これがアニメブームのきっかけとなり、松本はアニメ制作会社の投影動画に、 イメージクリエイターとして起用され、テレビアニメ、惑星ロボダンガード A、SF 最有機スタージンガーにデザインを提供。また、自らも、企画として温めていた、銀河鉄道39、宇宙海賊キャプテンハーロックが、ヤマト人気によりアニメ化が決定され、特に、銀河鉄道39は、大ヒットし、松本レイ時ブームが到来。以降数々の松本アニメが作られた。 松本アニメブームは1982年の我が青春のアルカディア、我が青春のアルカディア無限起動 SSX の頃には下火となり、1983年夏の劇場アニメ映画として企画されていたクイーン・エメラルダスは頓挫して、ブームは終焉その後20年近く松本原作のテレビアニメは実現しなかった。一方、 1980年代後半からは宇宙開発事業団など様々な団体の役職に就任。また、漫画の執筆では、自作の異なる作品に登場した人気キャラクターを、同一の作品世界にまとめる作業を進める。往年の松本アニメブームで育ったクリエイターにより、1990年代後半以降、再び、 松本作品を原作としたアニメのリリースが活発となった。2003年には、画業50周年記念作品として、銀河鉄道39から派生した、銀河鉄道物語が発表された。2006年に、宝塚造形芸術大学のメディアコンテンツ学部の教授に就任。2015年に、妻の牧宮子と、松本霊児、牧宮子夫婦コラボ展で、 話題となる。2019年11月15日に、イベント出席のため訪問中だったイタリアトリノで、体調を崩して、倒れ現地の病院へ緊急搬送されたが命に、別条なく、12月4日に退院、翌5日に帰国した。石森翔太郎と同じ年月日に生まれる。二人は、同時期に、練馬区に在住し、同時期に、 手塚治虫のアシスタントを務めたことがあり、松本は石の森のことを旧友としている。対戦後半、父親は第32教育飛行隊の隊長として、特別操縦見習い士官や少年飛行兵出身の新山パイロットの教育を行っていたが、家庭を絵実践部隊に転出した部下には後に、 特別攻撃隊の隊員として特攻していったものも少なくなかった。末期には日式複座戦闘機、トリューに登場し、終戦の日まで連合軍と戦っていた。戦後、多くの元軍人パイロットが自衛隊入りしたのに対し、敵の戦闘機には乗れないと断固拒否。実家がある太平村での炭焼きや小倉で野菜の行商をしながら、線路脇のバラックに住み、 その境遇を自ら進んで石碑にへと落としたが、家族で父に反対する者はおらず、霊時少年も、俺の父親は最高だ。父親と一緒にいられれば俺は満足と行商の第八者をしたという。この、本当の侍としての父のイメージは、後に、ハーロックやきた13のモデルとして、松本の作品に生かされていった。また、松本自身、 新中軍兵士がばらまくキャンディーなどを食べたくて仕方なかったが全部下駄で踏みつけて潰したという。母親は元教師で子供の宿題に適切な添削までしてくれたという。これについて子供の頃は大人だからできるのだと思っていたが後から考えるとなかなかできないことだったと気づいたという。そんな当時の女性としては高学歴で。 出身家庭が恵まれていた母親が、夫の意地のため苦労しながらも、周囲の嘲笑に歯を食いしばって耐えながら、一緒に働いている姿を、息子たちは見て育ったという。宇宙への憧れが強く、片道でもいいから、俺を宇宙に行かせてくれなどの言葉がある。また、民間宇宙飛行の第一号になるという夢を、持っていた。日本人初の宇宙へ行った宇宙飛行士となった。 秋山豊弘は、松本作品、和だの解説を執筆している。漫画古書のコレクター。特に、手塚治虫の初期の希少な漫画本を多くの資料と共に保管し、手塚本人も自作を探す必要がある時はまず、松本に問い合わせていた。2002年には、SF 作家、小松左京が森みのる名義で描いた赤本漫画の復刻に関わり、 2005年の坂本画像、タンクタンクローの復刻の際には原本の提供を行った。その他にも漫画本の復刻の際に原本を提供することが多い。漫画大博物館という漫画の古書を図版で紹介するビジュアル百科事典も出版している。古式銃のコレクター。法的規制の厳しい日本において100兆以上の私有コレクションは稀である。 ブライトリング等の航空腕時計が好きである。音楽の趣味を尋ねられると、クラシック音楽ファンであると答えている。特にリヒャルト・ワーグナーを愛好する、ワグネリアンである。音楽の革命児ワーグナーという長所があり、絵と文の双方を執筆している。作曲家の生涯シリーズのワーグナーにもコラムを寄稿している。 ワーグナーのニーベルングの指輪を漫画化している。N 響アワーに出演して、ワーグナーについて作曲家の池部慎一郎と対談もしている。これらの影響から作品の構造がワーグナーの学劇と共通している。宇宙戦艦ヤマトにおける男性キャラクターの高戦性による破壊を女性キャラクターが自己犠牲により救済する図式は、 ワーグナー学劇に一貫する図式と同じである。また、銀河鉄道39は、主人公と、ヒロインが、恋仲のようでいて、母子でもあること、ヒロインの両親が対立していること、母親に忠誠だった娘が、密かに父親に寝返っていること、ヒロインが、親の野心のための人材を運んでいること、構築した権力の巨城が、最後に崩壊することなど、ニリーベルングの指輪と、 構造が酷似している。キャプテンハーロックがアイパッチをして、肩に黒い鳥が止まっている姿は、指輪の大見ボータンと同じ。猫の耳目とは、指輪の小人の耳目と同じな。SF 最有機スタージンガーの題名は、ニュルンベルクのマイスタージンガーをもじったような、題名である。など多くの共通点がある。状況後文京区本郷の山越え館へ下宿していた。 同じ下宿に、巡洋艦、最上の副艦長などを務めた元海軍中佐の、猿渡正幸が住んでおり、猿渡が所有していた、山と武蔵の設計図を譲り受けたという。また当時のエピソードは、後に、男を挑んで、やや誇張された形で登場している。その後練馬区に今日移している。2008年には、練馬名誉区民に選定され、区の活動にも、 積極的に協力、参加している。同区で交付される戸籍や住民票などには、銀河鉄道39のキャラクターが印刷されている。2012年には、原動機付き自転車のナンバープレートにメーテルのイラストが採用された。区内を走行する、シャトルバス、在住している、大泉学園を通っている、西武鉄道の車両のラッピングにも作品が、プリントされている。 自作品のパチンコ化にも、精力的に取り組んでおり、大手、パチンコメーカー三共とのコラボレーション三共、松本零士として、CR フィーバー大ヤマ CR フィーバー銀河鉄道物語、CR フィーバーキャプテンハーロックの3シリーズの、パチンコ機が登場している。なお松本零士は、宇宙戦艦ヤマトの著作権を保持していないことから、大ヤマトでは、 登場人物や乗り物をわずかに変えて、宇宙戦艦ヤマトの主題歌を流す類似品としての登場となったが、東北新社から訴訟を起こされ、業者が和解金2億5000万円を支払うことになった。自作中のメカ作画にはいろいろこだわりがあり、実在した兵器についてはデフォルメを行わず、極力設計図等を入手して正確に描くことを心がけている。 またオリジナルメカについては大量のケーキ類を登場させることが多く、その作風はレージメーターとも通称される。デビューから1968年までは本名のひらがな表記である松本明のペンネームを使用。松本レージ名義は1965年から松本明名義と並行して使い始め、 1968年に、松本0時にペンネームを一本化した。ペンネームの由来は、0歳児の感性を、いつまでも忘れずにというモットー、夜半、午前零時を過ぎないと、アイデアが浮かばないことがたびたびあったこと、毎日夜零時まで働くしから。2008年5月に、北九州で行われた、毎日、フォーラムでは、0時の例は、無限大の、例、死は、 侍また本名である、アキラとも読むと語った。レイジを、ローマ字で表記する場合、レイジとはせず、レイジーとする。R でなく L を使っているのは、少年時代に愛読していた、山川総治の絵物語、少年王者に登場する、悪役ライオン、ライオン L が強くてたくましかったことから。松本レイジ作品には、ハーロックや、トチロー、エメラルダスのように、 複数の作品に登場するキャラクターが存在する。これは作品自体がクロスオーバーしていることもあれば、単に名称が同じという場合もある。またパラレルワールドのように背景世界は繋がっていないが、その世界における性格や役割が似たキャラクターとして登場する場合もあり、一種のスターシステムと言える。松本曰く同じ俳優が演じているのであり、 自然とそうなるとのことである。自身の飼い猫をモデルにした、ミーメあるいは、ミーくんという虎島の猫と、主張で規制を発する会長、鳥さん、そして猫のように見えて、正体不明な小動物、何かは、松本霊児作品に、しばしば登場する、動物キャラクターである。なお、原作者の松本自身も自らのアニメ映画などで、亀を出演している。 おおむね発表順。ほぼ、松本明名義原作が映像化されたもの、企画に関わったものを記すアニメと並行して描かれた漫画家作品は全行に記す伊賀鉄道2 0 0系2 0 1号の運転台側乗務員用ドアの横に直筆サインが書かれている。車体デザインの提供も行っている。東京都観光汽船。 卑弥呼日本漫画家協会著作権部責任者やコンピュータソフトウェア著作権協会理事などの役職を持つ立場にあることもあって著作権に対し敏感な面があり過去に著作権関連のシンポジウムで孫子の時代まで自分の著作権を守りたいというのが心情だと述べたこともあるほか自らが過去に漫画の中で使用したセリフ等の表現を 創作造語と称し、それに似た表現を他者が無断で使うことに否定的な見解を示している。松本が著作権に強硬なのは宇宙戦艦ヤマトや戦争物などを描く際には戦没者や民族感情に最新の注意を払って配慮しているのに、自分の預かり知らぬところで第三者によって自分の創作が意図に反した。 使われ方をされるのが我慢できないことが一因だという。2002年には、自らが、原作のテレビアニメ、スペースパイレートキャプテンハーロックが、ダビデの星を、敵のデザインに使ったことから、ユダヤ人感情に配慮して一時制作中止にさせた、こともあった。権利関係に非常にシビアである印象を持たれるが、作家に対する敬意があり、無断で使うのでなければ、他の漫画家や、 ミュージックビデオ、広告等に自作のキャラクターを使うことには寛容である。自作を笑いのネタにしたパロディ的な引用にも松本自身が面白いと思えば心よく許諾する傾向にある。ただし面白くないと感じたパロディ的な引用には非常に厳しく名指しで非難したり担当編集者や漫画家自身を呼びつけて説教することもあるという。松本は スターウォーズの企画書のレイア姫の初期設定は宇宙海賊キャプテンハーロックの結城ホタルと類似しており同作品の初期企画に自作が影響を与えたと発言しているが松本が自身の作品の影響を受けたとする作品の中には本当に影響を受けたものかどうか不明なものも含まれている銀河鉄道39劇場版第2作 さよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅に登場する星野鉄王の父親黒騎士ファウストに関してはスター・ウォーズ9三部作に登場するダース・ベイダーとでいくつかの共通点が見られるまた宝島社の完全版銀河鉄道39パーフェクトブックではその頃よくスカイウォーカーと鉄王の設定上の類似点などについて言及されている時期的には スター・ウォーズの方が、制作開始、公開いずれも早い。松本零士は1976年頃に、宇宙戦艦ヤマトの原作について、企画、原案は、プロデューサーの西崎義天であり、自分は、基本ストーリーやアイデアのほとんどを出したが、共同作品でもあり、原作については、判断できず曖昧であると述べていた。 宇宙戦艦ヤマトのタイトルも西崎が付けたものと認めていたが、西崎が破産した1997年頃から、自らが宇宙戦艦ヤマトの著作権者であり、西崎はアニメ化の使用許諾権を得たプロデューサーに過ぎず、その使用許諾権も執行したと主張し始め、ついで西崎が逮捕された1998年には、新庁舎や産経新聞社のウェブページにおいて、 西崎は、ヤマトとは、無関係で、ヤマトのすべての権利は、自分が持っていると述べるようになった。そもそも、宇宙戦艦ヤマトは、自作、電光オズマの、宇宙戦艦ヤマトの巻が原型であるというのが、松本の説明である。そして、ヤマトの著作権を西崎から取得した東北新社との間で、1999年に、 宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書を交わして2000年からは新宇宙戦艦ヤマトという新作を連載しそのアニメ版の制作発表もした1999年になって宇宙戦艦ヤマトを作ったのは誰かという著作者をめぐって西崎義典と裁判が行われた松本側が原作と主張した電光オズマ高速エスパー ヤマトの創作ノートそして冒険を連載の漫画、宇宙戦艦ヤマトのいずれも原作ではないと否定され、なおかつ松本はアニメの制作過程においても部分的にしか関わっていないとして、東京地方裁判所は西崎を著作者と認定し、松本側の全面敗訴となった。高訴審中の2003年に法廷外和解して、 松本と西崎の両者ともが著作者という合意を交わしたが、西崎が筆頭著作者であり代表して著作者人格権を有することになり、松本は西崎の同意なしに宇宙戦艦ヤマトシリーズの新作を作れず、また西崎側が許諾したヤマト新作については、松本は自分の権利を行使できないことになった。西崎側のヤマト新作で、 松本の名前がクレジットされる際は、従来主張してきた原作ではなく、設定、デザインであることを、松本は、この和解書で認めている。ただしこの和解は、判決と同等の効力がある訴訟上の和解でなく、裁判外の和解に過ぎず、その拘束力が及ぶのは和解の当事者のみであり、著作権者の東北新社は、 この和解に縛られないとの見解を発表している。なお、この裁判で、西崎に敗訴した際、私がいなかったら、作品の1コマも存在しない、西崎は、あくまだ、彼に味方する人物も許さない。とのコメントを一部マスコミに報道された。裁判終結後のシリーズ続編、宇宙戦艦山と復活編には、スタッフとして参加せず、名前もクレジットされなかった。 宇宙戦艦ヤマトシリーズの本案にあたる実写映画、スペースバトルシップ、ヤマトや、第一作のリメイクである宇宙戦艦、宇宙戦艦ヤマト 2199, 宇宙戦艦ヤマト 2202, 宇宙戦艦ヤマト2205でも、西崎が原作者としてクレジットされ、松本の名は表示されなかった。なお、リメイク版の総監督を務めた、伊豆は、松本と、 豊田有恒のクレジットを入れようと、制作プロダクション側に掛け合っている。制作スタッフの中では、SF 設定を担当した豊田有恒は、著書で松本零士を全面的に支持し、西崎吉天を批判している。一方で作詞家として一作目から関わっていた、悪友は裁判年に、産経新聞内で連載していた、コラム、悪友各友にて、 松本が、山との著作権者を名乗れるのなら、他のスタッフたちや私だって著作権者を名乗れる。西崎さんの熱意と、情熱なしに、宇宙戦艦山とは存在しなかったと書き残している。劇場版を監督した、増田敏夫は、実質的な原作者は、西崎だとの見解を持っており、企画段階から携わった、藤川敬会と、山本栄一、松本を補佐した。 石黒を登るも、松本の原作者だとの主張に対して、本作は、オリジナル企画であるとして、松本による、現著作物は存在しないとの立場である。メカデザインのスタジオヌエのメンバーでも、松本を、原作者と認識するのは少数だという。絵コンテで参加した、富野義行はその時の経緯から、松本霊児と、 山本栄一が並列でその上に西崎義天がいて、すべての主導権を西崎が握った、西崎が主導する西崎の作品だったと辞書に記している。2006年、牧原則りがケミストリーに提供した楽曲、約束の場所の歌詞の一部が1996年から再開された。 新展開編、銀河鉄道39の作中の、セリフの盗用であると、松本零士は10月19日発売の、女性セブンで牧原則りを非難した。翌日20日の日本テレビ系、スッキリ、にも生出演し、同様に、牧原を盗作したと非難した。これに対して、牧原は、記者会見で否定し、同年11月7日付の公式ホームページにて、 銀河鉄道39は、個人的趣味で読んだことがなく、歌詞は、全くのオリジナルであり、本当に盗作だと疑っているのなら、裁判で決着していただきたい旨のコメントを、発表している。2007年3月22日、スッキリ。における、松本の発言をめぐり、牧原則りが松本に、 対して、盗作だと言っている部分に対して、証拠を示してほしいと著作権侵害不存在確認、等請求を東京地方裁判所に起こした。裁判で松本側が盗作だという証拠が示せなかった場合は、CM ソングの中止などにより、2200万円の損害賠償請求も言った。これについて、松本は3月26日のトークショーで、男たるもの。 負けると分かっていても戦わなければならない時がある一連の訴訟について口頭弁論などに立つ気はないとも語った2008年7月7日東京地裁で牧原松本が口頭弁論のため事件以降初めて顔を合わせた牧原はニュースやマスコミなどで取り上げられ泥棒扱いされてもしていないものはしてない仏教の因果応報の教えから 謝れば許すつもりと言っているが、それは罪を認める行為だと弁論。直後に、松本の反論を聞くことなく大抵した。松本は、このセリフは、私のザウの命で、長く使い、媒体でも、講演会でも発表している。一言、公の場で、すまんと言って欲しかった。偶然としても、あそこまで似てるのはあり得ないと反論した。同年十二月十六日。 東京地裁は、原告表現が、被告表現に依拠したものと断定することはできない。二人の、表現が酷似しているとは言えないと異虚性と、類似性という著作権侵害の二つの、構成要件を認めず、牧原に対する名誉毀損を認め、松本に220万円の損害賠償支払いを、命じる判決を下した。その後、双方とも控訴している。 2009年11月26日、東京高裁で控訴審が開かれ、松本が、牧原さんの社会的な評価に、相当な影響を与えたと陳謝する内容を、和解条項として、和解が成立した。2011年12月16日、菊池聖功のいきなり夜電波に、近田春男が、ゲスト出演。話題が、J、J-POP のパクリ問題になると、 マッキーがパクるわけないじゃん。自分のフレーズを知らないはずがない。というのは思い上がりと、牧原側を全面擁護した。松本は2011年に、牧原の CD の購入者に向けた描き下ろし、クリスマスカードで、牧原の似顔絵を描いたが、SPA、2012年3月27日号で、一言、ごめんと言ってくれたら、それでよかったんですと、謝罪すべきだったのは、 牧原側だったとの主張を再び言った。レイジメーターとは、漫画やアニメ等のフィクション作品に登場する、景気デザインの故障、俗称。松本メーターとも呼ばれる、主に未来を描いた SF 作品に登場する。円形もしくは、歯車型のガラスパネルの中に、メモリと複数の指針が書き込まれたスタイル。クロノグラフに似るが、 違いは全周型ではなく限界点があること。宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39を代表と、する、松本零士の作品に頻繁に登場することから、同作品のファンを中心に、零士メーターと呼ばれるようになった。2009年には、日本のセアホペが、零士メーターをモチーフとした腕時計、零士メーターウォッチを999本限定で、 製品化し、松本が、デザイン監修を手掛けた。板橋勝美は、レイジメーターから始める SF メカの描き方を2017年に、現光社より上司している。前述の通り松本レイジ作品の抽象的な、存在ではあったが、他にも、タイム母ンシリーズなど、1970年代後半から1980年代前半、頃までの、日本の SF アニメ、 SF 漫画には、同種の衣装が多用されていた。しかし、初為、リアルロボット系と呼ばれる、機動戦士、ガンダムシリーズでは、デザイン上のリアリティの追求から実在の応援機器を意識した衣装を多用したため、あまり見られなくなった。そのため、同作品がブームを起こした1980年代以降は、他の作品でも徐々に姿を消していった。さらに、 1990年代に入ると、パーソナルコンピュータにおいて普及した、マイクロソフト i n d o w s を意識した GUI による、統合環境モニターをデザインすることが多くなり、自動車用や、旧来の鉄道車両用、航空機用の単品ケーキを意識した、この衣装はほとんど使われなくなっている。以下はファンによる、純、非公式サイト、ありがとうございます。